祇園精舎の鐘の声、シャッター音の響きあり、サラソウジュの花の色、Facebook にあげたのでシェアしてください。おごれる平家も久しからず、ただもい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 つぶやくばかり。やあやあやあ、遠からんもんは目に物を見よ、近からんものは音に聞け。我こそは仙台市若林区の無職、自撮り棒弁慶じゃ。拍手。ここでやったが100年目、気に入らん自撮り棒を持ってるやつらを借り続けて早999本。おい、そこのやつ、しばしば取れい。あ、またねえ。中に生きて言うのじゃ、もうしてみよう。なに、制服ディズニー気に入らんだ。この千鳥棒弁慶と勝負いたせ。どちらがより多くのいいねをもらったかで勝負じゃ。見受けぞ。いないぞ、逃げ腐ったか。最近の制服ディズニーでもふぬけになったものやな。こうしてわしはいろいろあって、東京から奥州平泉と呼ばれる仙台市若林区河原町。なぜならわしの主、義経殿の実家が心霊スポットとして今バズっておるからじゃ。なんだか知らんが、ヒカキンとコラボした、あのなんとかさんとコラボした、あのなんとかさんとコラボしたって4段階ぐらいコラボしたわけのわからん生主が庭をうろついておるそうじゃ。意味がわからんじゃろ。わしもわからん。だがとにかく今若者たちの間ではそうやって自撮りとかインターネットが流行っておるそうだ。またねえ。ここがどこか心得てあるのか。わしの主、義経様のご実家の心霊スポットさ。思ったよりゴミ屋敷で驚いておるだろ。わしの実家の写真をあげたら、なんか7人ぐらいにブロックされた。わしはそういうことを気にする男じゃ。勝負じゃ、わしと自撮りで勝負じゃ。いいか、今回はスノーはなしじゃぞ。行くぞ。布、相手方の方がよりいいねされておる。どうしよう、生配信に切り替えるのじゃ。29分経過。いかん、このままではわしの配信が終わってしまう。この自撮り棒弁慶、コンティニーコインが投げられるまで、この場を、この場を一歩も動くまいぞ。どうもありがとうございました。